孫旗省は、中華民国、満州国の政治家。北京政府、法天派に属し後に、満州国で要人となった。字は、小米、中米。新末の不正。日本に留学し、東京市販学校を卒業した。帰国後は、両寧市販学校校長、法天商業学校校長、国立校長特軍校書秘書を歴任している。 1920年7月、処理国流交渉教育庁長,長長となる。翌年7月、北京政府外交部特派吉林交渉員に転じた。1925年、吉林省財政庁長長、金長公館銀行会弁に就任した。1927年5月、吉長道院に任命されている。 長学寮が国民政府に液視した翌年12月、孫は喫理に小政府委員となっている。その後、同省建設庁長長も兼ね、1931年に辞職した。同年、満州事変が勃発すると、孫旗省は、広志広史が組織した喫理に小政府に加入し、民政庁長長、金長高官銀行会弁検演主事務局局長に任じられる。 翌1932年3月9日に満州国が正式に成立すると孫は参議不参議に起用された。同年6月1日、財政部次長の坂江厚氏が満州中央銀行総裁に転じたため孫がその公認となっている。1933年6月21日に国流交渉省庁へ移り、 翌1934年12月1日に、流行省が成立すると同省省庁となった。1935年5月21日、孫樹賞は、満州国財政部大臣に任じられた。1937年5月7日、民政部大臣に移動し、同年7月1日、改祖により民政部大臣となっている。 しかし1940年5月16日、孫は産議不産議に左遷された。満州国の経済政策に対して不満を鳴らしたことが原因とされる。1942年9月28日までその地位にあった。1945年8月に満州国が崩壊すると、孫希少は信用や北平に隠れ住んだ。しかし、 中華人民共和国成立後の1951年2月に北京市公安局に逮捕されてしまう。1954年、孫旗賞は処刑された。去年70。ありがとうございます。